こんにちは、こんばんは。ミッキーと申します。昨日までね、このスケキヨマスクのお世話になったんですけども、だいぶね、顔が柔らかくなりまして、と最初の頃ね、もう最悪でね、顔がほんとね、何かやっぱりこうおかしい人の目ってやっぱりありますよね。最初自分でね、顔を撮ってね、見直した時にね、これ絶対人殺す目やなという思ったんで、とりあえずスケキヨ君のマスクをつけたわけなんですけども、この人も人殺しっちゃ人殺しですよね。で、今日ね、例のレツコのソースをね、買いにサンリオショップをね、こう一生懸命検索してね、宮城の方ぐるっと回ったんですけどね、レツコのソースがないんですよね。で、ホームページ見たんですけども、製造元のところもね、一応見たんですけども、なんかね、製造元も、全然、製造元の方にはね、レツコのソースの、なんていうか、記載が全然なくて、通販もあんまりしてないような感じなんでね。ただね、サンリオショップで、レツコのグッズ自体がね、全然ないんですよね。腕玉までしかないんですよね。ほんで、なんすかね、サンリオ男子とかいうのもなんかちょっとあったんですけどもね。なければ死ぬというもんでもないんで、ちょっとね、諦めて、ちょっとまた違う、激辛ソースでね、ちょっとレシピいろいろ考えてたんですけどね。で、明日ね、私は何回目の誕生日やろ。もうあんまり思い出したくないんですけどもね。誕生日忘れてたんですけどもね、赤飯炊いてあげるわって言うてくれる人がいてはるんで、明日赤飯もらうんですけどもね。でもね、なんかこうやってね、こう毎日毎日動画のネタをね、考えてるとね、こう、赤飯なんとかできひんかなってこう考えちゃうんですよね。でね、クックパッドとかね、いろいろ見たんですけども、チャーハンは普通っすよね。赤飯ね、炒めてちょっとね、カリカリするとね、美味しいんですけども、そこでね、ちょっと私、ピコンとひらめいたんで、どうでしょうね。ざくっと見た限りでは、それをやってる人はいなかったんで、私が世界初やったらいいなと思ってます。では、ちょっとまた明日ね、赤飯もらってから、ちょっと新しい次元の赤飯にチャレンジしていきたいなと思っています。今日はね、とりあえずレツコのソースを探す旅に出てたんですけどもね、マルイとかね、高島屋とか、ぐるっと回ってるとね、あれなんですよね。私もね、普段、あんまりね、身なりとか、みすぼらしいんですけどね、こうね、見ちゃうとね、あ、これいいなと思うとね、どうしてもね、欲しくなってくるんですよね。で、この天ガロンとね、サングラスはちょっと、前から、あれやな、一個ぐらいあってもいいよなと思ったんで、今日ね、南の丸いで帽子かぶって、で、サングラスはあれですね、なんなんタウンとですね、地下街のところでね、買ったんですけども、とりあえず、そんなにね、高いもんではないんですけども、またね、私もコロ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 気が変わるんでね、またちょっとね、格好がね、全然変わってしまうかもしれないんですけども。また、よろしかったら登録といいねよろしくお願いします。どうも、最後までありがとうございました。